皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もね、私ラバルルのおすすめモットーをご紹介していきたいと思うんですけども、本日ご紹介しますのはグラフィックモットでございます。みんな気になるグラフィックモット結構ね、コメント欄だったりツイッターでちょっと結構お問い合わせいただくんですけども、同じようにならないという方結構いらっしゃってですね。で、私グラフィックモット使っております。で、結構な数入れてるんで、まあちょっと皆さんのね、グラフィックと違うところがかなりあると思います。後ろのね、木とかかなりグラフィックのモッドの効果が出てるんですよね。で、あとこの道路、このタイヤ痕とかね、こういうのも全部モッドだと思います。で、今回はね、プロジェクトネクストゲンではなくて、私ネクストゲン前使ってたんですけど、アップデートしてから使ってないんですよ。で、なぜかというと、あれ課金なんですよね、有料で。全部買うとね、7,000〜8,000円するんですよ。全部のパスワードね、取るのにパスワード入れてダウンロードするっていう方式なんですよ。で、ワークショップで私結構いろいろ調べてまして、いいものをどんどんと適用していくっていうのをやってるんですけども、そちらの方をね、今回ちょっとご紹介していきたいと思います。はい、では早速いっちゃいますよ。はい、ではメイン画面の方に来ましたね。いつものメイン画面ですね。で、これ私の今ヨーロッパのプロフィールで、自分のまあ元つけたいプロフィールにとりあえずしておきます。で、いつものですね、モッドマネージャー、最近おなじみのモッドマネージャー開きます。で、まあこれバーッと出てきてますけど、これ上から入れてるものをグラフィックモッドになっております。あ、ちょっとグラフィックモッドをきれいに整えようかな。じゃあちょっとお待ちくださいね。はい、整えました。こちらのグラフィックモッドですね、上から1,2,3,4,5,6,7,8,9個入れております。で、一つずつちょっとこう紹介していきましょうかね。このファイルエンビオレントグラフィックモッドなんですけども、こちら結構古いモッドなんですよけども、アップデートでどんどんと自動アップデートしていく感じになってまして、現在の 1.43 にも適用されております。で、ここの文字フィエルエンビアント V3.1 っていうものを入れれば出てくるんで、こちらのワークショップですね。で、ワークショップじゃあちょっと行っちゃいましょうか。はい、こちら行って、はい、ということで出てきましたね。で、こちらの方からこの検索窓の方から検索かけてもいいんですけども、下の方のですね、こちらのタイプ、こちらの方をクリックしまして、上からですね、1,2,3,4番目ですね、こちらグラフィックの方をクリックします。そうすると、グラフィック関連のモッドがいっぱい出てきますんで、で、私がおすすめなものをここからちょっとバーっとご紹介していきます。この制作者のディオックスっていう方、こちらの人のモッドすごいいいです。で、この、まあ、トレーラーのやつもそうなんですけど、このロード、ダートとか、この水ですね、ビューティフルウォーターとか、サムネが特徴的なんで、全部ビューティフル、これはあんま使ってないです。私使ってないんで、これはちょっと解除、これ解除しておきます。で、マップとかはまあいいんで、で、あとこれ、草木のテクスチャーは、ラファエルさんの作ってらっしゃるやつ、これ、さっき一番最初にご紹介したやつですね。ファイルエンビオールメント。プロナウンスが合ってるか分かりませんけども、これ、このモッドが一番いいです。もうプロジェクトネクストゲンに近いぐらいの感じで、まああとそうですね、このホワイト LED とか結構好きなやつで、互換性もちろんありますんで、そこら辺ね、ちょっと皆さんいろいろ試しながらですかね。ヘッドライトとかも結構いろいろあるんで、で、次のページに来ますと、このシティライツ、これ私結構入れてるやつですね。信号機とかすごいリアルになるんですよ。で、ロードテクスチャー、こちら入れると道路がめっちゃリアルになりますんで、こちらの方もおすすめでございます。あとこれね、ビューティフルサイドウォーク、歩行者さんが歩く歩道ですね、歩道がめっちゃリアルになりますんで、こちらの方もおすすめでございます。あとこれウォーターね、海とか湖の水がすごいリアルになるんで、これもおすすめ。 8K までテクスチャー 8K って書いてありますからね、これ 8K までいけるっていうのもすごい。
あとこの藤原豆腐店ね、これちょっと別枠でまたちょっとご紹介すると思うんですけど、藤原豆腐店のステッカーが貼れるっていうねモッドがあるんですよ。これちょっと入れときます。これ後でまた別枠でご紹介しますんでね。で、それ以外だとほぼほぼ OK だと思いますんで、で、終わりましたらまたね、消してこの上のゲームに戻るボタンを押します。そうすると戻ってきますんで、はい。で、まあ好きなものね、アドバタイズメント、例えばまあこれ入れるとしたらクリックして入れると、ヘッドライト入れる、クリックして入れますと、ここら辺ですね。まあ入れたいグラフィックは優先度、一番下の方に行けば行くほど優先順位上がってきますんで、上の方にとりあえず入れとけば大丈夫だと思います。で、これですね、プロジェクトネクストゲン、私もほとんど使ってないんですけども、こちらよりも本当に優秀でございます。で、一度バニラの状態と比較の画像を出してあげようかな。で、変更しましたらこちら変更確認しますね。はい、では戻ってきましたね。これ今バニラの状態でございます。バニラの、まあトラックとかは全然綺麗だと思うんですけど、後ろの草木ですね、草木のこのもっさり感、グラフィック、私これ設定アドバンスでやってるんで、これ以上もうバニラは良くならない状態まで上げておりますね。あと道路ね、まあそこそこ綺麗には見えると思うんですけども、まあ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 、まだあれですね。で、まあこれでちょっとモッド入れてみます。はい、戻ってきました。これが今モッド入ってる状態でございます。いや、全然一番パッと見で違うのがやっぱ後ろの草木、全然違いますよね。だいぶ綺麗。これでじゃあちょっと走って違いを見てみましょうかね。ここはちょっと新しい道路なのかな。じゃあ見てください、この素晴らしさ。道路のテクスチャーもね、だいぶ違うんすよね、ほんと。いやー、綺麗だね。やっぱ一番この草木のオブジェクトが一番違いますね。ちょっと今比較画像が出てるかと思うんですけども、これぐらい違うとね、全然違いますよね、本当に違うと思う、だいぶ違う。はい、ということで今まあ港の方に来たんですけども、こちら今バニラの海の感じですね。こちらの方もモッドでめちゃめちゃリアルになるんで、ちょっと試していきたいと思います。これはすごいわ。今ちょっとね、比較画像として分けて出てるかもしれませんけども、だいぶ綺麗ですね、これは本当に綺麗。はい、ということで本日はね、グラフィックを無料でワークショップで使えるグラフィックモッドのみでがっつりとユーロトラックシミュレーターのグラフィックを上げる方法をご紹介いたしました。いや、こちらのほんとグラフィックは私ほんとおすすめですので、まあ無料でね使えますんで、ネクストゲンと違いまして無料で使えるってところが一番いいところだと思いますんで、あとワークショップでね導入すると本当に簡単なんで、そこら辺もねちょっと皆さん扱いやすいのかなと思います。まあいろいろねワークショップだったりなんだったりでいいモッドを今後もね私ご紹介していきたいと思いますので、そちらの方もね皆さんね楽しみにしていただけたらなと思います。はい、それでは皆さん、また次のユーロトラックシミュレーターでお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。